スターピープルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。作家の奥平亜美です。そうですね。日々自分の気分を意識して、それをできるだけいい状態にしているっていうことは、もうすごく意識して毎日やっているわけではないけれども、もうそれが普通のこととしてやっています。自分自身が幸せだったり豊かさだったりを感じるということですね。最初は本当に引き寄せの法則に出会った最初ですね。つまりそのサラとソロモンに出会った当時っていうのは、もう意識してですね、もうノートに会社のいいところを書き出したりとかですね、やってましたね。あと何かご飯を食べるたびに、今までより意識して美味しいなと感じたりとか、あとこの食材はどこから来てるんだろうとか、誰が作ってくれたんだろうとか、考えるだけでやっぱ豊かにどんどんなってきますので、そういうことをすごく意識して最初はやってましたけれども、まあもう今となってはそこまで意識しなくても普通に、それが普通になって、そういう日常的にそうしているっていう。例えばですね、今日もですね、ここへ来るまでに電車が止まったんですね。人身事故で電車が止まりまして、でやっぱり普段電車がちゃんと動いているっていうことはですね、それだけでやっぱすごいことだし、で私も10年ぐらい海外にいまして、でそこはですね、電車さえもなかったんですけれども、あと、まあ、海外行くと本当にね、電車なんてちゃんと全然動いてないですし。電車が動いているだけでもやっぱりすごいことだなって、そこに意識、どこに意識を向けられるかだけですね、本当に。で、よくですね、じゃあ例えばそうやって日常的に食べる時にね、こう美味しいと思ってとか、電車が動いているだけですごいと思ってって言うとですね、そんなことで願いが叶うんですかってよく思われる方がですね、いるんですけれども。もうでもこれですね、秘訣っていうのは本当にこれだけであって、願いを叶えるために何かしなくたって、そういうことをやっていると、自然と、そもそも自分が持っていた願いに気づいて、それが叶っていくっていうふうになりますね。はい、で少し前にですね、結構長年私の本を読んでくださっていた方がですね、なんかキャンプに行きたいんですけどみたいな話をされていて、で私が「とりあえず行ってください」と、で行って楽しんでればそれでいいですからって言った、その方は素直にそれをね、実行してくださったんですよ。でそしたらですね、それと同時期ぐらいにですね、すごく自分の好きな歌手のコンサートか何かのすごくいい実績が当たったとか言ってですね、今までずっとファンだったけどそんなことは一回もなかったらしくって、でそこでやっとアミーさんの言ってる意味が分かりましたと。その方はそのチケットを、そのいい席を取るために何かした、もちろんそのチケットを買うとかそういうことはしなくちゃいけないけれども、特別何かしたわけじゃなくって、楽しんでればいいんですよって、ずっと私はずっと言ってきたんだけれども、やっと分かりましたっていう形で。そうおっしゃってくださった方もいてですね、本当それだけでいいんですね。はい。でもそれ本当に今までいろんな人に伝えてきて、それが分かる人はもうすぐ変わるんですよね、本当に。だけど分かんない人はもういつまでたっても分かんないので。引き寄せというと、どうしても何かをイメージングしてそれを引き寄せるみたいなことがですね、すごく定着してしまっているんですけれども、それは間違いではないですけれども、じゃあ例えばあたかも現実にないものをイメージして、それを本当にあると思えるんであれば、それは間違いではないし、本当に現実になるんですけれども、それをまあ本当にあると思えない人が大半なので、だからこそ引き寄せができないとかね、っていう方がたくさん出て
来られるんですけれども、ですので、ただ私が思う引き寄せっていうのはもう本当そういうことではなくって、とにかくあるものを見るっていうことが一番大事ですね。引き寄せの法則っていうのはそもそも自分の思考波動が現実に現れるっていうことなので、自分の中にあるもの以外を映すことってできないんですね。その自分が投影器となってですね、で自分の中にあるものがこう映ってくるので、自分の中にあるものを意識するっていうのがもう本当一番大事ですね。だからいくらないお金とかねそういうのを意識するんではなくって、自分の中にあるものですね。で自分の中に幸せとか豊かさっていうのはいくらでも自分でこう想像することができますので、まずそれですね、まずそれをちゃんと自分の中に作ったらそれは勝手に投影されていきますので、もうそこが本当に大事ですね。であとですね、じゃあ例えば、いろんな夢とか願いとかたくさん皆さん持っていらっしゃる方いると思うんですけれども、じゃあ例えば何かになりたいっていう思いがあるとして、それが本当に自分の中から湧き出てきたものであれば、ちゃんとその方向に進みます。もうそれがその人の魂の設定であるので、それは大丈夫なんですけれども、まあ、時々全く自分とは関係ないですね、何かこうそうなったら社会的にいいからとかね、そうなったら稼げるからとか、そういう人の目だったりね、そういうものがついてくるからっていうことで何かになりたいって思ってらっしゃる方が結構いらっしゃって、それはもうないものなんですね、自分の中にないもの。それを願ってもですね、やっぱいくら経ってもいつまで経ってももう引き寄せられないですね。やっぱ引き寄せっていうのは何でもかんでもですね、願いが叶うわけではなくて、本当のに自分の中にあるものに気づいてそれが映し出されていくっていうことなので、それがやっぱりあるものを見るっていうことが一番大事だと思います。完全に否定はしませんが、私は一切やってないというか、それはですね、その人がじゃあ例えば満月の時にこうしたらいいことがあるよって、その人がもう完全にそれを信じていれば確かにそうなるんですよ、ですので間違いではないにしても、万人にそれが通用するかって言ったらやっぱそうではないので、やりたい人はだからこれもそうですね、自分の中からやりたいっていうのが湧き上がってきたらそれはやったら全然いいと思うんですけれども、私自身は全くやってないですね、そういうことは。その点はですね、この本とかにも書かせていただいたんですけれども、確かに全てはすでに存在します、例えばですね、この本の中にこの物語ってもうすでに存在しますよね、でもこの時点ではこの本 の中の情報っていう時点では時間は存在しないけれども、全ての情報はすでに存在しますね。だけれどもこれ読み始めるとここで時間が発生するんですね。この時点では今この場面で、未来はまだ来てなくて、時間とともにこう未来が来るんですけれども、そんな風にですね、全てはすでに存在はしています。ただ一つじゃないんですね、道が全ての可能性が、同時に今存在していて、その中から何を選択するのかっていうのを私たちが選んでます。そうではないですね。それはですね、その方がどうしてそう言ってるかは分かりませんけれども、量子物理学の観点から見ても、不確定性原理っていうのがあってですね、例えば今、自分っていう位置を持つと、そこから未来っていうのは可能性の範囲でしかわからないんですね。それも科学的にもそういうふうに、分かっていて、じゃあ例えばですね、今ここに私がいて1分後に行けるところってもう決まっていますよね、範囲が。
例えば1分後大阪にはやっぱり行けないですね。だからその大阪に行く未来っていうのはやっぱないんですね。ないんですけれども、ここから1分以内で行ける範囲で、複数の可能性があって、その中から、何を選ぶかっていうのは自分次第ですね。はい、だから可能性の範囲は決まってます。だから例えば、私が総理大臣になる未来っていうのはおそらくこの人生ではないと思います。だからいくら私が引き寄せの達人でも、あ、総理大臣になりたいのって言ってなることは、まあ、できないし、別になりたくないし全然いいんですけれども、なれないと思います。その意味でなれるものとなれないものっていうのは、決まってますけれども、血は一つではありませんね。人生っていうのは本当に複雑な阿弥陀くじみたいなものです。